ミントは、シソ科ッカ属の総称。多くの種は、多年草だが、一年草の種も存在する。ユーラシア大陸原産。ミント及びは、オはハッカだが、この名は、ミントの一種日本ハッカを意味することもある。繁殖力が旺盛であり、こぼれ種と地下系により繁殖する。二十歳に重意すると駆除が容易ではなくなり、雑草扱いされることもある。カクテルのモヒートバは、び、 冷涼感を与えるメントールに富むため、ハーブとして料理、カクテルや菓子、薬用酒などの材料となるほか、精油は香料として食品や歯磨き粉に添加されたり、アロマテラピーや消臭や虫除けに用いられる。モロッコでは緑茶と生のミントを混ぜた茶を飲む。精油は、発火油、メントールの結晶は、発火能の名称で市販され、かつて、 北海道北見市が世界的な産地であったことから、北海道うちの土産屋の定番商品となっている。ミントから精油を取るには、ミントの前奏を蒸気釜に隙間なく充填し、釜内に高圧水蒸気を吹き込む。排出される蒸気を冷却した後、水と分離した上積みのオイル部分を採取する。伝統医療でも用いられており、漢方薬としても清涼、下熱、発汗。 検疫などの目的で用いられる。科学的研究では、発火油は過敏性腸症候群の症状を改善しうると報告されている。消化不良も改善しうるとの研究結果があるが、エビデンスは限定される。かつて、ミントはデザイナーフーズ計画のピラミッドで三群に属しており、三群の中でも、キュウリ、オレガノ、タイム、アサツキともに三群の注意に属するが、 がん予防効果のある食材であると位置づけられていた。編集ができやすく600種を超えると言われるほど多種多様な種がある。ペパーミントスペアミント主になどに分けられる。ペパーミント系は香り、東アジア原産の日本発火もここに含まれる。チューインガムやキャンディに多く用いられる。スペアミント系の香りは、比較的弱く甘い香りがある。チューインガム、 歯磨き粉などに用いられる。スペアミントの香りの主体はエルカルボンである。日本には江戸時代にオランダ発火が到来した。その年、花が咲く前最初に刈り取ったミントを言う。雑味が少なくフレッシュな香りが特徴的。およそ6月から9月の間に花が咲くので、収穫時期はそれと同じくらいか少し前。花が咲くとエネルギーがそこに注力し、 香りが弱くなってしまうことからこの概念が生まれた。初摘みミントを使ったチューインガム、お酒、香りを楽しむオイル、餃子などが商品化されている。日本発火アップルミント。ありがとうございます。